ばい。くしゃみが止まらない。ああ、おはようみんな。よし、朝からはるちゃんとコラボする気でいます。おはよう。みんな元気？私は眠たいです。でも、今日はるちゃんの最終日なので、コラボ配信で、ちょっと朝を盛り上げたいなと思っています。え、あ、あ、あ、なんか、あれ、立場逆転したんだけど。あれ、こっち側担当です、私、基本的に。あ、そうなの？ なんか、急になんかこっち側になった。やばーい。よいしょ。格好つけた。滑らかさ100%。滑らかさ。ねえ、嬉しい。起きれた？起きれた。ねえ、めっちゃ眠いよ。ごめんって。私5分前に飛び起きて、やっばーと思って。ああ、ギギリギリだった。リギリです。ギリセーフ。え、待って、はるかコメント消えたんだけど。ね、待って、それやばい。え、待って、どうしよう。何があった？コメント消えた。ファンの方のコメントが見れないんです。ね、それは、不具合すぎるわ。ちょっと待ってて。いなくなっちゃった。 あれ？いなくなっちゃったね。あ、いっちゃいました。よしよしよし。オッケー。あ、戻ってきた、戻ってきた。よしよし。ただいまです。よかった。おかえりー。いよし。や、今日は本当にもうどうしてもはるちゃんと配信したくて。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ね、朝ってびっくりだよね。え、本当だよ。え、でももう、朝って思い出深いじゃん。まあ確かにね。ね、だから。朝かなと思って。え、告知した？みんなに。え、はる？え、した。あ、マジ？メールとか、あと昨日花江とやってたんだけど、その時にもなんかルアに7時からコラボ配信しようって言われてますみたいな。ねえ、やばい。みんな、7時？って。だよね。夜のじゃなくて、そう、朝ですって。花江も、7時なの？って。ねえ、やばい。そう。え、なんか、なんだっけ。なんか、昨日の配信でルアのこと言ってなかった。そのことかな？え、なんなんかか、ファンの人がなんか、ルアちゃんのなんか言ってるよみたいなこと言ってきて、え、何？と思って。何ですか？違うよ。ルアちゃんが、うん。なんか、花江がね、うん。ルアが、花江の家の目の前で写真撮って、送ってきたみたいな。それで、うん。ハルも、なんか、なっちゃん情報なんだけど、なっちゃんもそれやられたって言ってた、みたいな。そしたら、なっちゃん、ちょっとね、そういうことやる。ねえ、やばい、それは。え、なんか、いや、違う。花江の時は、別に一人じゃなかった。
あ、そうなの？花代の時は私一人じゃなかったから、他にメンバーいたから。あ、いたけど、なっちゃう時一人一人なんかい。え、そう、その話だと思う。そっか。いや、普通にヤバい人だよね。え、でも楽しいから。大丈夫。まあまあまあ。いや、確かに、はるちゃんちの前で撮ったことはないかも。うん。ね。確かに。いや、そういうことね。うん。めっちゃ怖い人。なんか、募集する？なんか質問募集。急に質問募集。いや、全然振り返れるけど。うん。あ、千葉、あ、確かに。はるちゃんが千葉帰ってもさ。うん。なよろ全然はるちゃんとか。いや、違う。家来るんだよ。私分かるんで。違うんだよ。はるかさ。家の住所を送ったらさ、ノリで、ルアに、え、ここでしょってなんか、と、あの、時間経った時にさ、え、ハルンチここでしょみたいな。いや、なんで覚えてんのって。そう、ルアに一度送るとね、もうすぐね、もう、あ、そうなんだ。覚えられちゃう。特定早くて、マジで。マジ特定早いんで。やばい、ほんとに。ルアちゃんには送ってはいけないってきてる。みんなに一回さ、初期の頃引かれたよね。マジでみたいな。え、マジで覚えてんの？引かれて。違うんだよ。あのさ、まあさ、住所送ってさ、特定ならわかるけどさ、うん、制服だけで学校特定とか。他県のね。新潟県じゃない。特定してて。学校の制服だけで特定できるのって。違う、それもさ、新潟だけじゃなくてさ、あの、自分たちのさ、地方の子のさ、制服見ただけでさ、え、ここでしょみたいな。当てたこと全然あります。ハローすぐ当てられた。え、そうなんです。やばい、制服マニアなの。すごいよ、本当に。ルアシ、すごい。すごいよね。うん。でも、この才能、絶対いらないよね。え、でも、いつか、いつか何かに役立つ。役立つと思う。で、千葉で、なんか迷子になった時は、うん、あ、そういえば、春んち行くか、みたいな。やばい。やばい。ぜひ実家お邪魔します今度。ね、あ、でもいいよ全然。それは、うん、もう千葉に行くことなかなかないか。なんかさ、お仕事で東京とかならあるじゃんけどね、千葉ないの。ねー、うん、なんだろう、あとは、うん、あって最後だからどうしようって、マジでやばいね。だってねえ。え、今日何時まで配信すんの？今日は、え、わかんない、なんかノリで、うん、え、何これ、この配信、あ、これじゃない、あの夜の配信、夜か、うん、どうしようね、まだ全然だよ。9時から始めようとしてて、うん、多分てっぺんまで行っちゃうんじゃないかっていう。いやー、ぜひ行ってください。ぜひぜひ行っちゃってください。マジか。で、3時間配信の終わりってこと？そうじゃないかな。 OK です。なんだろうね、なんかチュンとは本当に昔から仲良くしてもらってるから寂しいでごわす。ごわす。
ありがとうございます。え、もう私は、うん、なんかな、どんどんさ、なんかなんだろう、ハルチュンとルアと、うんうん、リニーノとスモと言うなみたいな時でご飯行った時とかさ、結構あるじゃん、うん、結構あるね。なんかその仲間がなんかどん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 減ってってさ、嫌だとルアで頑張ってください。いや本当だよ。え、なんかさ、だってさ、でハルちゃんともなんか最近会えてなかったから、最近ずっとユナといっぱいご飯行ってて、でたまにゲスト呼んで、この前あれだよね、うん、あのリリカとハルゲスト、うん、ありがとうございます。ありがとうございましたねえ。うん、うん、仲間が消えてくから、うん、か4期にこのフッカルはいるのかね。あー確かに。え、でも意外と呼べば、え、でも分かった、呼べなくて、でもさ、うちらフッカルすぎなんだよ、うん、本当に。そうだよね、うん、だってレッスンとかさ、そう公演終わった毎回さ、うん、ちょっとご飯行かない毎回毎回毎回ご飯行かないってあ、ちょっと今日ご飯行かないって、それが多すぎるもん。それなんか私いっぱい行ってたね。うん、で大好きな焼肉屋さん潰れちゃって、じゃあそうだよ、焼肉マジでさ、めっちゃ夜遅くまでやってる焼肉屋さん潰れちゃった。うちらどこでご飯食べればいいのよ探してたんだ探してた急にね、ね、10分くらい探してたよね10分くらいどうする、どこ行けばいいんだよ、やばい、なってたね。うん、あー、もう面白いな。まあだからそのフッカル、うん、ね、やばい、フッカルな。まあでも意外と最近リリカもフッカルになってきてくれたんだよ。え、確かにリリカね、ね、全然来ると思わなくてさ、びっくりした、うん、ね本当に行けるんですかって言ってたよね。そう、なんかもう微笑みを本当に行けるの隠せなかった微笑みそうで、リリカ初焼肉ってやば初焼肉って今まで何食べてきたのそう、やばい、リリカの初めて奪っちゃったよなんか iPad じゃないや、なんかそのタブレット渡してさ、うん、ね、頼んでもらったよね、うん、なんでもいい頼みなって言って、でなんか、うん、なんか結構アイスとかなんかデザート系が一気に来たじゃん、うん、最後の方、え、これ誰のみたいな、全部私のじゃあ、あれさ、それさ、ルーだと思ってさマジでさ、デザートめっちゃ来て、いや、これ誰のだよって言ったら、リリカが急に、あ、それ私のって言う、え、リリカなんですかってリリカやばかったよね、やばかったルアかと思ったんだ。ルアでもね、ずっとあのね、果物しか食べてなかったから。そうだよ、だってさ、もうお肉さ、来る前にさ、もうデザートが届いてさ、いや、これ何してんのいや、そういや、なんか暑かったから、まずはちょ体内を冷やそうと思っていや、うん、ねえ、それ面白かったねえリリカも普通にお肉食べてくれてね、ねえ、なんか
ユーナすごい褒めてたよね。ユーナをすごい褒めてたよね。ユーナめっちゃ料理できるねみたいな。いや肉焼いて肉焼いてるだけど、え料理できるね。めっちゃ、これ料理じゃなくね。料理ってなんだろう。料理とは。そう。いやー、でも、ルア焦がさなかったよね。え、ね、びっくりした。ゆう。成長したね。そう。え、でもまずさ、そんな、焦がすようなものを焼いてないんだよね。カントがずっと焼いてたから。うん、で、あと全部ユーナがやってくれたっていうのが多分あります。そうだよね。そう、なんか私が、なんか本当にもう乗せれるだけ生肉をポッポッポッポ乗せてくんですよ。うん。乗せて結構放置しちゃうんですけど、うん。それを多分ユーナが全部やってくれてたから、うん。何ね、そうだ、絶対。それで焦がさなかった。だってはるか触ってすら今いないもん。え、そう、え、待って、そのトング追加で頼んだのにさ。トング2つしかなくてさ。いや、はるかできないとか言ってさ、なんか一つもらったのにさ、触ってすらいないし。いや、そういえばそうだった。そう。やばい。なんか店員さんに、え、みたいな顔されながら、トングもう一つ、トングもう一つみたいな。言ったのに、ね。ね、そうじゃん。ね。リリカも焼いてないしね。ね。リリカずっとすごーい。すごい。料理できるね。料理できるね。やばい。面白かったな。うん。でね、すごい隣の赤ちゃん。赤ちゃんなのかな。うん。ね。すごい泣いてたよね。泣いちゃってた。そう。で、なんだっけ。お父さんなんて言ったんだっけ。なんだっけ、なんだっけ、なんか、なんだっけ、なんかずっとその泣き叫んでたのをお母さんが止めてて、うん、なんか一旦外に出るみたいな感じで、うん、泣き止むまで、でその去った瞬間にお父さんが面白いこと言ったんだよね。なんだっけ、なんかなんだっけ、あ、なんだっけ、連れてかれたみたいな。なんだっけお父さんめっちゃ一言。めっちゃ、ね、しかもそれをさ、すごいなんか棒読みで言うからさ、うん、めっちゃ笑ったよね。うん。うん、あの時の焼肉めっちゃ面白かったの。何気なんかそんなに、うん、そんなに深い話してないけど、めっちゃ印象的。え、ね、振り返ってみると楽しかったね。うん、よいしょ。なんかさっき来てたんだよな。うん、なんだったっけ。なんだったっけ、あれ、なんかね、来てた。あ、そう、はい、なんかお洋服もかぶったことあるよねっていう。あ、え、あの服持ってる、地獄らのさ。持ってる。持ってる？持ってるよ。うん。あれね、しかも地獄らかぶりでしょ。地獄なんか、あれ知らなくてさ。うん。え、まさか色違いって知らなくて。うん。なんかちょっと似てるなとは思いつつ。うん。でも、はるね、それにしようと思ったら、でまさか、地獄らかぶりで、色違いの洋服。え、な、どこの地方だった、はるちゃんは。魚沼。あ、魚沼。魚沼。私、どこだっけ、県北。あ、わかる、県北って。よくわかんないです。あー。北だよ、北。おお、絶対わかんない顔してる。え、私が最初撮影だったんだっけ。そう、そうだよ、そう。で、まず撮影して、その日に、
三季春祭りがあって、ん。だから多分その服装多分一回は見てるはずなんだよね。おう。そう。それで、いつ気づいたんだっけね。その次に、はるちゃんが撮影して、これ待って、似てんだけどと思って、連絡したら一緒だったみたいそう、ルアに連絡した、してもらって、来て、本当？って思って、確認したら、本当だ。ねえ、びっくりした、あれ、さすがね。に。びっくり。あれだよね、イングだよね。そう。そうです。そうです。イングの服。そうなんですよ。あと、なんだろう。来なんてか、た。来てた？公園 MC で約束した場所は行けたの？って。全然行ってないね。全然です。全然ですね。いやまず、もう約束しすぎてさ、ー。どこ？何約束したっけ？どこ行こうとしてた？うちら。バセたのバかね、ス三日月。停。いや、そこまでみんなで行くか、みんな。なんだっけ、あなと。んだっけな。三日月覚えてる。三日月なんか行こうみたいな、なってなかったっ け？なってた。なってしかたよね。ももう最初じゃない、本当に。マジ初期の初日とか。初日だよ、絶対。そうだよね。初日公演でやった記憶あるもん、それ。じゃあみんなで行きましょうみたいなまとめだったよね。それからどんどん増やしていっちゃって。ね。いや、なんか MC、なんだろうね。なんか MC の終わり方がね、なんかわかんなくなって、じゃあなんか、みんなで行こうね、以上みたいになってたんだろう。いやもうみんな終わり方それしかないんだよ。でも、最、なんだ、ハルチューン最後パーティーは大丈夫だった？なかったか？ね。大丈夫。約束してないんだ、全ね、約束してない。そうだ。約束ごと増やさずに終わったね。然。夢の国、確か夢の国も約束したかも。夢の国ね。ね、行こうよ。全然、私はもう、いけますよ。行きますか。あざっす。私はもう、どこでもフッカルどなこんでで。も。ありがとう。じゃあパリ行きましょう。パリ？オリンピックやないかい。どこでも。どこでも行きますよ。ね、春、今日夜更かししてたんだから、オリンピック見て。マジ、何時まで起きてたの？バスケ？バスケ、そバうスケ語そうそう。見てた？いや、見てたんかい。る？ 見てた？ バスケ見て、寝て、4時に起きてサッカー見て、で、6時に寝て、7時に起きた。よく朝7時にやろうって言ったな。何してんの？きつかった、このスケジュール。何してんだよ。いや、でもなんか、この二人って言ったら朝7時かなと思って。はるかさ、夜提案してあげたのにさ。いや、大丈夫とか言って。いや、大丈夫、7時でいいです。いや、本当に大丈夫ですって。ねそう。え、なんか。いや、そう、なんか、そんな、なんか、はるちゃんから、なんか、朝、何時からするの？みたいな。のが来た時に、配信してて、その時、お昼に。で、わ、今こう来たんですけど、みたいなの言って、朝、配信できたらしますね、って、めっちゃ、私頑張りますって言って、だから、なんか絶対その朝7時に配信、コラボ配信っていうのは、なんか ブレたくなくて それでめっちゃ、押し続けたらいけました。やば。いめっちゃ7時って。いや、7時だ。いや、でも、ルア夏休み期間じゃんって。本当に大丈夫？みたいな。
確かに。夏休みなのに7時ってね。なるほど。あ、待って、確かに、配信でさ、普通に起こしてもらったの。あるよね。ある。普通に、ハルが配信してた時に、ルアちゃんが寝てますって。ファンの人がみんな来るんだもん、ルアのファンが。ルアちゃんが寝てるんですって。じゃあ起こそっかじなみゃあ、たい起こしますよって言ってて、若かったね。え、確かさ、電話かかっても起きなかった時あそう、るよね。起きない。全然起きないんだよ、ルア。もう。基本的にマナーモードなんで。いや、起きてくれよって思いながら、もう何回も電話してた。ねえ、やばい。いや、そんな時もあったね。でもまあさ、そう、なんか、学生時間、なんだ、まあ今も学生だけど、なんか、あんまりいる朝配信しなくなったのね。なんか夜ギリギリできるから、9時以降も配信できるし。そう、だからなんか朝早く起きて配信しなきゃっていうのがなくなって、だからその寝坊とかもなくなったんだよね。だから、でも、ハルトいなくても大丈夫ってなりたくないけど、でも起こしてね、これからも。ちょっと配信時間知らんのよ。毎回確認する、これ。今日は何時かって。配信してなかったらもう毎回電話するじハルちゃん DM とかゃん。そう。にさ、送ってさ、ファンの人が、あ、ルアちゃんが起きません。ねえ、もうやだ。もうやだよ、それ。もう DM で、ルアちゃん起きませんって、もう勝手にしてくれよって。もう返しちゃうよ。もうこっち知りませんよ。まあ、いつか頼みます。もうね、あ、イベント期間だったら、まあ、やってあげるよ。イベント期間普は一緒段には頑や張ろめよ。普段から毎回さ、それ、ラちゃん起きてる？ねえ、待って、バスケの話を。あ、いいよ。ねえ、マジ、もう昨日昨日ね、一人で叫んでた。え、わかる。電気ベルタビリコ。いや、そう。一人で応援してた。いやー、なんかさ、その、フランス戦だからさ、なんか、パリってフランスじゃん？だから、なんかすごいフランスの方、フランス勢がいっぱいいて、なんか、私まで圧に負けそうになった。いや、現地にいたの？ 待って。え、現地応援なの？え、待って。今で聞くと現地。え、なんでだよ。現地やん、それ。なんで。いや、一緒に戦ってるから、私も。ああ、いや、戦ってるけどさ。いや、テレビ越しで。そんなんかテレビ越しちょっと圧に負けそうになっちゃって。なんでだよ。なんでだよ。今そっち何時？そっち7時間後だから2時かな。 あれ2時？あ、違う、7時間前か。あ、前？0時だ、じゃあ。やばい、寝ないとだよ。ねえ、夜更かしも。はるちゃん、外国行ったことある？だって。え、ない。ない？じゃ、パスポートも作ったことない？ないの？見てあ、よ。ある？ない。ないかい。そう、行きたいよね。行きたい。で、パリの後、あれだよ、アメリカだよ、なんだっけ？ロスだっけ？ロサンゼルス？ね、ロサンゼルス行けるかな？ やばい。ちょっとえ、今パのうリとち。アメリカどっちの方が遠いんだろうと思って。
え、パリでしょ。え、パリ、あ、でもまずパリってどこにあるのか分かんない。待って、フランス、イタリアの近くだよイタリア あそこか、なんだっけ、あのあのね、アフリカが、アフリカ大陸の左上の方だよね、うん、あの、あ、大陸じゃないけど、アフリカ大陸の上の左側の方わかる、ハルツン。え、あなるほど。え、でも大陸的にはユーラシアだよね。あ、そうそう、あ、ユーラシアの、うん、おお、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か、死にそうになった今おお左下、あ、うんうん、だよね、うん、ね、すごい、ロッシュわかるの？え、そう、びっくり。え、なんか、なんだっけ、なんかね、なんかのスポーツ見てたら、うん、なんかね、他国なのにめちゃめちゃその国の人がいっぱい来てて、うん、え、なんでいるんだと思って、こんなに、うん、日本もいっぱいいたけど、うん、なんでいるんだと思って、なんかそのパリと近いのかな、国がと思って、うん、で調べた時にパリの位置を知ったから覚えてた。そう、それだけですねすごいでもさ、あれさ、なんかさ、うん、なんかなんやねんって思った時ない？バスケの時あった、昨日のあったよねあります。 VAR したのにさ、あ、うん、手なくなったと思って、あ、3点差と思ったら、あれ、あれ、3点、あれ、あれ、あれと思ってえ、あれ何だったんだろうね、結局。ね、ちょっと現地に行って確認したい。いや、現地にあれって何だったんですか。あれ、なんだ、現地行って確認しないとだよね、あれ。ね、ちょっと。ね。なんか、なんだっけ。その、すごい、え、それで押し潰されそうになったんだ、私。なんか。なんで、うん。なんか、その、その点がなかったことになったときに、なんかすごいフランス勢の、うん、もうブーイングとかが、うん、なんか、あと、フィューみたいな。フィーみたいな、なんか、うん、指笛みたいなんじゃん。うん。なんか、あれで、すごい押しつぶされそうになったんだけど。じゃあ、現地行ったらもうさ、息できないじゃん。あもう、ね、押しつぶされちゃう、押しつぶされそうになるこの表現好きかも、押しつぶされそうになるってね、あれは本当に、でもあの点数大事だったよね、絶対。うん、マジ僅差で終わったじゃん、うん、悔しいです、悔しいです、の顔似てんな真似してんの、うん、うん、似てる、この二人って似てるのかな。え、でも、ね、性格とかは似てるかもしれないよね。ああ、どうなんだろうでも、うん、春の目は何回もカラコンしてるって疑ったことがあるくらい羨ましいもうさ、違う、初期からだよ、本当に。いや、もう、しかもさ、もう、え、もうさ、1年経ってもさ、え、うん、カラコンしてるって。え、待って、カラコンしてるって。もうしてないってね。同じだよ、毎回。私、カラコンに厳しいので。待って、カラコンしてるもう一緒だよ、ずっとえ、でもそのくらい目が大きいんですよ。いや、そんなことないよ。ね。うん、大きい。なんか、アーモンドの目してる。ああ、ありがとう。言われないよ、く。ね、言われないよ。マジ？しかも、はるさ、活動始めてさ、アイドル活動。うん。
一回もカラコンしたことないのにさ、もうさ、プライベートでもカラコンしないのにさ、もうずっと、え、カラコンしてる眼球変わってねえよって。ごめんね。もういいよ。もう、毎回一緒じゃん。いや、それだけ、毎回違うハルチが見れたってことよ。いや、毎回一緒だった。もう、一緒だよ。毎回一緒か。うん。いいな、この目は本当に羨ましい。いや、ありがとう。ハルチンで一番好きな部位です。ねえ、部位。いや、そう、眼球褒められてもさ。眼球羨ましいな。いや、もう。嬉しくない嬉しくないんだけど、めっちゃちっちゃいから。いや、オッケーいや、わかんない。普通にしてくれない。いや、大きかったよ、今。大きかった大きかったよ。ありがとう。もう、いや、もう、なんか息合って無理なんだけど。もうやばい。やばい。なんか全部ボケ拾ってくれるね。いや、ありがとう。いや、パリも面白かった。マジで。いや、ありがとう。普段さ、ハルさ、ボケなのにさ。え、確かに。なんで突っ込まされるんだ突っ込まされる。もう突っ込みしかできない。今。イエーイ。あれだ、あれだよ、あれ。あれ、M1 の申し込み8月31日まで。え、どう？一緒に。あ、新潟あるんだよ、予選。え、マジ？そう、会場新潟増えて。そう。いつもこういうところにね、新潟ないのに珍しいね。え、そう。そうなんだよ。そう。ハル、ちゃんと調べたんだから。なんで興味あんの？え、違うの。なんで？ハル、別に出る側じゃなくて、予選から見てんのよ。あーね。最初の予選から、そう、どの芸人さんが、うん、出るかな、みたいな。ああね。そう、新しく出たな、みたいな。そう、それで、探してたらなんか新潟会場が増えてて。そう、だから。え、新潟でやる場所あるかなって。え、わかんない。え、会場わかんないけど。言うときやと。え、そう、だから、うん。え、ちょっと NGT メンバーちょっと誘ってみれば。え、でも、あれでしょ、ああいうのってアドリブじゃないでしょ、基本的に。二人で決めて、うん。やるんでしょ。え、そうだよ。え、難しくない？なんかさ、うちらアドリブだからこそ面白いんだよね。多分ね、セリフあると、もう、なんでやねん。なんでやねん。もう面白さなくなる。面白くない。もう棒読み。棒読み。つまんな。ブーイング来ちゃうかも。ブーイングやばい。やばいね。ねえ、でも全然やりたいね。あ、やりたいの？やりたい。けどさ、うん、なんかその台本暗記とかがさ、ちょっとね、うん、できるかわからない。だよね。ね、だって、はるちゃんあれだもんね。鍵穴でも緊張してるからね。そうだよ。毎回だよ。やばい、鍵穴だ！あ、鍵穴だって言ってた。そうだよ。ほんとだよ。しかも鍵穴さ、もう、こうやって指さしてさ、読まないと読めないんだから。かわいいやり方だよね。今ここ読んでるって。でも指が動かなくてさ、もう、あ、ここ待って、遅れてる。遅れてるやばい。指が遅れてる。だからたまに、あれ、どこだって。え、なるよね、あれ。そう。で、なんかさ、その、皆さんとの掛け合いみたい。あ、掛け。はーい。あれでテンポおかしくなる。なんだっけ。なんか、なんとかはおやめください。はーい。はい。はい。みたいな。一回さ、短い範囲何？あるある。なんだっけ。なんだっけ。
館内は禁煙です。あ、そう館内は禁煙です。はい。あ、違う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 。館内は禁煙です。禁煙です。おタバコはおやめください。おやめください。はい。はい、これで私リズム狂うんで。はい。あ、そこはいなんだって。その短いはいなのね、あるよね。そう。マジでちょっとくしゃみが止まらなくて、うん、やばくない？え、そんなに？いや、鼻むずむずするだよね、うん、マジで昨日誰かにずっと噂されてんのかと思って伝わったいやー、止まらずくしゃみ出そう、本当に。え、出なかった。いやさ、いや、パンダのくしゃみだったよ。って。パンダってそんなくしゃみなの？パンダそのくしゃみだよ。マジで。それパンダみたいな。パンダのくしゃみだよ。やばい。パンダやばい。うん。なんだろう。あとね、私本当に、うん、はるちゃんの配信にも何度も、うん、なんか、声出演したことあるよね、声だけの人。いや、してるね、確かに。あ、だっけ。なんだっけ、何やってたんだっけ。ゲスな夢だっけ。ゲスな夢、見せてやれってやつ。あるっけ。あ、あるある。探して探して。ある。え、待って。いつやったっけな、いつだ。で、なんかそれをまあ癖強いゲスな夢のサビだったから、うん、あの春がカラオケ始めて、うん、なんかゲスでそこを流すみたいな。いや、あれいつだあった、あった、これだ絶対。なんでない、マジで夢見せてやれまあ、待って、もう一回流して、ゲスな夢見せてやれえ、最後かかって笑ってんの。私笑い方独特だよね。4月15日です。え、意外と最近。うん、マジか。え、なんかしかもそれさ、あれだよね、うん、動画だよね。え、動画なんか悪いよね、それ絶対。え、めっちゃお風呂上がりめっちゃびちょびちょ。髪びちょびちょ。髪びちょびちょで。違う、もうさ。あかんわな。もうさ、アルバムにさ、もうルアンの動画しかないんだよね、結構。捨ててやれって、これ送った気がする。うん。言ってたよね。うん。え、ルアンの友達の動画もあるよ。なっ！なんでなんであんだろう。ルアの学校の友達の。いや、そう。なんか怒られてた。違うんだよ。なんか、うん、LINE で送られてくると、あ、電話しながらさ、そういうの見るじゃん。うんうんうん。で、LINE で送られてくると、なんか見れなくて、保存しないと。うん、で、保存すんのか。そう、一回保存して、見たら、もうそれが溜まっていくのよ。うん、確かに。ルアからめっちゃ動画送られてくるから、もう保存保存保存でずっと、もう、それでなんかもういっぱいある。そう、ルアのお友達の動画送ったことあります。私のお友達も、うん、私以上に面白い子なので。まあ確かに。そうでしょう。うん。でしょう。マジで面白い。うん、一回電話したことあるよね。え、ある。だよね。うん。友達めっちゃ喜んでた。あ、ほんと？うん。あ、じゃあ今度、また電話します。また、また。やるやろ。今、お友達愛知にいるか。旅行してる。いいな。春も行きたいんだけど。いいね。うん。愛知行ったことない。愛知って何があるんだろう。SKE さんの劇場があるのか。うん。あと何？名古屋城みたいな。あるあるある。ええー。行ったことある？ああ、ある、3回ぐらい。
ああ。わかった。え、観光としては何かいい？観光として、あ、でも観光したことあるよ。あ、マジ？うんうん。うん。うなぎの暇つぶしがある。え、どういうこと？うなぎが有名なんですか？いいね。あ、ひつまぶしか。なるほど。暇つぶしだ。ひつまぶしじゃねえ。まんまと引っかかってる。いや、まんまとね。なんだその暇つぶしは。うなぎの暇つぶし。あ、なるほど。とか言って。うなぎが。ひつまぶしね。うん。赤まむしみたいだな。え、なんかちょっと暑くなってきた。え、エアコンつけてなかった？あ、つけてるつけてる。あ、つけてる。なんか冷房の26度だったんだけど。ああ。暑い。いや、マジで。おぉ。ああ！急に。いや、笛吹いたでしょ。今多分これだった。あれどうやって吹いてんだろう。私一回ね、うん、あのオーケストラに入、オーケストラに入団したいと思ったことがあってさ。何の、え、待って、な、何の楽器かによるよ。何？何の楽器がいい？なんかでっかいやつ。トランペットだっけ？じゃ、トランペットでかくないの全然。え、マジ？うん。トロンボーンかな？あれなんかね、ちょっとなんかこういう丸っこいやつだったんだけど。うん。じゃ、トランペットなの？え、丸っこいやつ？え、なんだろう？なんだろう？まあ、なんでもいいんだけど、まあ、一回入団しようと思ったこと。でも、まずその説明会に行きます。行ったんですよ。ガチやん。ガチで。うん。そう。ママとね。うん。え、何歳の時？小5とか。でも、ハルもさ、中1の時にさ、部活、吹奏楽部に入ろうとしてて。この見た目で。吹けんの？え、それで、しかも、フルートやりたくて。フルートはな。やっぱりこれ。これ。軽そうだよね。1個だけ。なんか、あと全部重いけど。うん。そう、それで、なんか、説明会受けて、うわ、楽器高えなって。うん、こう説明を聞いて、じゃあなんか最後に、なんかもう最後も自由にもう帰っていただいてもいいんですが、あのぜひ吹きたい方は吹いても大丈夫ですみたいな。なんかこちらに楽器ありますし、担当の方もいらっしゃいますんでみたいな。で、うん、あ、じゃあなんか一個吹いてみるかなと思って。待って、うん、それで、うん、で、なんかもうふーっと吹けば簡単ですみたいに言われたから、うん、あ、じゃあもう誰でもできるのかと思って。じゃあお願いしますみたいな。ぜひやってみてくださいって言ったら、ふーみたいな。え、あれあれあれみたいな。あれみたいな。なって、そう、全然できなくて。いや、でもなんか、その補助の人は、なんか、いや、大丈夫ですよ。なんか、もうちょっとしたら多分できますよみたいな。すごい、なんか。サポートしてくれたけど恥ずかしすぎて、あ、大丈夫です、もう帰りますって言って帰った。そっからもうオーケストラの道なくなった。そっからね、オーケストラのね、あのパンフレットをね、手に取ることはなくなりましたね。でもそれ本気で目指してたらアイドルになれてないから。まあそれ、そう、今頃吹いては、まあまあよかった、まあよかった、なんだろう、まあ私の人生は掘れば掘るほど深いですからね。バカすぎる、マジで、なんでそれ、おもろい、マジで。まあ
や、マジで吹けなかった。悔しい。で、音出たら成功だったんだけどね。いやしかもなんか周りなんか結構経験者だったっぽくて。うん、みんな吹いてんの。すごい音が飛び交う中、私なんか、ふぅ、いや、あれあれあれもう無理もう無理笑えと思うのよ。なんかもう、ママにも申し訳なかった。ごめん、こんな娘で。その姿想像できるから、できるのやばい。まあ、ママも絶対恥ずかしかっただろうね。うちの娘こんなできない子だった。他人のふりしたいわって思っただろうね。もうやめてくれ。ねえ、ママに話聞きたいな。そう思うけど、どう思いました？どう思いましたか？もう思い出したくないですって言うだろう。面白い。マジ懐かしいな。ねえ。ねすごい。それで、うん、普通にもう諦めて、うん、でも中学でバド入ったって感じです。バド部だったんですか？はい、バドミントンをやりました。でも吹奏楽はもうなんか全然候補になかった、うん、もう、できないから。ハロもできないの知ってるからこそ。ハロもさ、バド入ろうとしてて、うんうん、それで一つだけ仮入部期間に3回ぐらい行って、うん、自己紹介までして先輩方に先輩方に南川遥ですって、自己紹介までしてソフトボール部にめっちゃなんでそういう人いためっちゃ思わず無理してた人ねえ、やばい、そのパターンあるある。この部活楽しんで、みたいな。バド部楽しかったんで来ました、みたいな。って言って、最後の最後に、あ、って。やっぱり、みたいな。やっぱり。その時迷ってたの？いや、もうバド部入ろうと思ってた。もう一回決断したんだ。そう、決断して、あ、バド部入ろうって思ったら、あ、ソフトボール部入ってた。ねえ、やばい。だから、ちょっと3日だけね、バドの経験はあるんですよ。じゃあ一応バド経験あり。うん。そうだね。そう。で、ソフトボール部に入ったね、うん、理由が、うん、中学校の時お小遣い1000円だったんですけど、うんうんうん、1000円もらって、で、でも、ソフトボール部に入れば、5000円だよって。何その勧誘。違う。お父さんとお母さんが野球というか、ソフトと野球やってて、それでなんか入って欲しかったのかわかんないけど、5000円だよって言われて、いや、4000円でけえなって。でかいでかい。そう、でけえって思ったらなんか、もう入部届け出してた。気づいたら、気づいたら、入部しろって。ねえ、やばい、さすがすぎる。まあ、それは確かにルアも言ってるかもしんない。で、金メダルももらったんですよ。金メダル？どういうこと？はるか試合出てないのに金メダルもらったの。先輩方、うますぎてみんな。あ、先輩方が入賞とかなんかいろいろして。そう。ねえ、いや。もう、なんかね、めっちゃ優勝するのよ、その、うん、ソフトボール部。それで、ね、強豪校だったんだよ。そう、強豪校で、練習もハードで、いや、これ入りたくねえよって。なんで入ったんだよ、みたいな。後々後悔。後々後悔。でも、お小遣いみたいな。もう、お小遣いで。お小遣い。いや、そう。今じゃお小遣いってでかかったよね。でかかったよ。懐かしい。
確かに、そっか、野球が好きなんですね。うん、え、高校野球見る？あ、今年の、うん、うん、見る。はるか千葉の予選から、うん、あ、見てる？見に行ってる？あ、いや、見には行ってないです。あ、行ってない。見にはあのライブ中継とかで。あー、やってるもんね。へ、うん、高校野球ってすごいさ、なんか、うん、シュンってならない気持ちが。なる。私もこんな青春したかったなって思わない？なんかもうさ、でもさ、高校生だからできるやん。できないやん。もうこっちはもうね、年下なんよ。確かに。いつの間にか。こう見えて3個さ。2だよ。え？え、じゃあ、え、どういうこと？あ、ルアート？あ、なんだよ。いや、ルアートね。ルアーは3だよ。あ、そう、あの高3の子に対してだと思ったはる。あ、そういうことね。そう、こう、いや、確かにね、そう、一緒に見たもんね。うん、加入したての頃。そう、はるちゅんち、あの住んでました、私一時。もう一時期ね、もうはるちゅんち住んでたから、ほんとに。うん、もうはるちゅんち行けないと思うと寂しいです、先輩。じゃあ今度はるはルアシの家に住んじゃおうかな。いやー、あの汚いんで大丈夫です。ねえ、そう、じゃあもうさ、呼んでくれないじゃん。なんかさ、掃除したら呼ぶから、掃除したら呼ぶからみたいなさ、毎回言ってる気がする。呼ぶ詐欺。いや、なんか一時期めっちゃ綺麗になって、もう誰でもウェルカムって思ったんだけど、うん、なんか気づいたら元に戻っちゃいました。もう掃除配信しろよ。ねえ、だ、そういや、そうだよね。掃除配信した時に、なんかファンの人が、うん、え、なんかめっちゃ綺麗じゃんみたいな、うん、なんかルアちゃんが言ってた、なんか汚いと全然なんか違うんだけどみたいな、うん、言われたけど、あの時が全盛期で、今その本当に、うん、3倍くらい汚いです。元に戻っちゃった。うわし、うわし、ダメ人間。でもわかる。え、でもさ、 A 型だよね。 Yes。 本当に A なの？うん、A型って綺麗好き多いよ。え、そうなんすよ。 O の血入ってる？いや、なんかね、家族は、うん、A と A と、うん、A と AB、うん、AB なんだよね。AB がいるから。だから、まあ、ちょっと変わってるのかもしれない、 A だけど。あー。AB の人変わってるみたいになってるけど。いや、天才派だから、あれ、変わり者だからな。うん、 AB ってだよね。え、なんかさ、なんかタレコン生きてるんだけど。タレコン掃除、え、じゃあ掃除しなくてもハルチュンなら呼べるって言ってたようだって。え、待って。なにこれ。え、いい意味で捉えましたか？あ、いい意味でだよ。あ、よかったよかった。いい意味で。ね、そうだよね。ハルカ気にしないもん。マジ？いや、気にするどころかね、ちょっとね、マジで。そう、あのベッドの上に座ってもらうことになるかな。物が多すぎて。まあいいよ。まあまあいい。うん、あるもんね、あの一時期そうなってた。え、マジ？うん、でも新潟来てね、来る予定はある、うん、ないよね。いや、今全然ないよ。全然よ。え、ないか。急に、え、ないの、え、じゃあ、ルアシの生誕で行くよ。マジ？うん。はるかもう、いつか分かんないけど。もう生誕行く行く詐欺するかもしれない。ね、手紙書いて、ほんとに。ね、なんかすごい、はるちゃんすごい文章上手で、もうなんかもう感動、もう感動する文作って、出れると、なんか垂れ込み聞いたんで。嘘じゃん、絶対嘘じゃんそれ。垂れ込みがやばい。泣かせてください。無理だよ。
いやいや、いけるよ。だって、ルアのこの、なんだろう、もうすべてを知ってるのとか、もうハルチュンくらいじゃない？確かに。ね、ルアさっきからいろんなことしてきましたから、ね、私たち。ね、本当に。本当だよ。もう、マックスもね、ハルチで、YouTube 見ながら。なんかもう今ではもうなんかもうどのポジションでも踊れるっていうマックスでも、うん、昔はねもう初期の頃はもう必死こいてね、ハルチュンチで踊ってましたからね。踊ってで途中から曲変わって違うの。途中から曲変わってなんか踊る曲が違うの、もう違う流れてきて、おーよっしゃ来た来たあれ多分全パート踊れるんじゃないかってくらいさ、めっちゃ見たよね。見た。懐かしい。今全然見てないや、その YouTube。 うん、ハルチュンのお母さんとか言う、またかよみたいなまた踊ってんのかよみたいな暴れてたな。うん、何時までする？どうする？結構もうみんなお仕事行った人多いよね。え、ね、お仕事頑張ってね、みんな。頑張ってね。頑張ってね。え、いる。逆にこのルームにいる人いますか？え、でもなんかそう。意外といる？いる、いるよ、うん。え、みんなお仕事何時からなの？ね。はい、何時から、何時から、教えて、教えて、教えて、よ。あ、いた、いっぱいいた。8時5分って言ってる。もう。いや、もうやん。今やん。行ってらっしゃい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 。おはよう。てか、ほんとパーティー公演も感動したよ、もう。ね、ありがとう。泣かせないでくれよ、最後にもう。ね、ハルチンが一番泣いてたからね、最後。え、だって違うんだよ。みんなが泣いてくれてさ、うん、なんかハル本当にバイバイなんだって思っちゃって、うん、なんかもううーって出ちゃった。ね、うん。最後は泣き虫ハルチンで終わりました。ね。本当だよ。え、もうね、曲中とか一回も泣いてないのよ。え、そう思った。なんか DMM 見てて、え、そう、笑顔で終わろうと思ってて、うんうん、で最後の最後こうみんなのホーム振り返った時にこう周り見た時にもう泣いてくれてて、うん、ねえみたいな、ええってなって、そしたらもうみんなもう、え、最後ね、泣いてて、もう、うん、みんな泣いて終わったね。うん、ねえ、かかとを鳴らせもできてよかったね。ありがとうね。本当に、ね、本当に立ち位置考えてくれてありがとう。そう、え、歌わりこれでいいって聞いて、うん、何でもいいよ。違う、もうこだわりがないからさ、もう、うん、そう、だから歌わりも考えたの、これは。うん、誰も考えて、いちいちいろんな振り振りの動画見て、うん、こういう風に構成されるのか、うん、いろいろやってね。はるちゃんのためならできました。いや、ありがとうございます。うん、大きいはるちゃんコール聞こえてた？だって、いや、聞こえてたよね。ルアも聞こえてた。なんか桜の花びらたちとかさ、もうなんかみんなに負けそうになって、いや、なんか大きかったよね。なんか涙の花びらめっちゃ私も大きな声で歌って、ほんとなんかもうこっちがマイク使っても負けちゃうんじゃないかみたいな。うん、やっぱりなんかね、人生って結構時々押しつぶされそうになる時ってありますよね。もうオリンピックやないかい。押し潰されるのはオリンピックだ。いや、嬉しい、分かってくれて。もう、いやだ、もうこのボケを
このボケがなくなるのは本当に嫌だ。いや、いつもハルボケる側だからさ、もう。確かに。ハルちゃん。てっきり私は、その16連とかで、泣いてるのかなと思ったけど、うん、DM 見たら、あれあれみたいな。いや、でもう、ウルは来た。え、だから最後でしょ？うん。ね。でも、でも、ね、耐えた。うん。じゃあ、スモもリリノも、泣いてなかったんだよ。確かに、カラッと終わってる。カラッとっていうか、もう普通に終わってるね。そう。だから、ハルも、そういう感じで終わりたかったの。うん。だから、ずっと耐えてたんだけど。無理だった。そうだね。すごい。沈黙してた、ごめん。ね。でも、卒業のあのラストの公演は1ヶ月 DMM で見れるので、見まくりたいと思います。悲しく寂しくなったらそれ見るね。やば、全然 MC が面白すぎて、あ最高だった。多分もうすでにその話題出てると思うんだけど、うん、もう最高でした。 ありがとうございますね。維新伝心絶対揃わないよね。あれなんで揃わないと思う？個性強いからだよ。なるほど。なんかさ、うん、結構その、なんかセクシー担当は、みたいな。うん。で、なんだっけ、ユーナが言ったんだっけ、それを。うん。だから、あ、ユーナが自分で言ったから、じゃあユーナに、なんかユーナのこと書けばいいのかなと思って書いたら、ハルちゃんだけ、私なんえぇーみたいな。なんでその前に私ってやられてるからちょっとやり返そうかなって思って、うん、ねえ、その頭脳がさすが私です。だってないじゃん。まあ確かにね、なんか一時期 MC でなんかセクシー担当私だみたいな争ってたもんね。え、めっちゃ争ってたね。うん。まあでも結局セクシーとはって感じだよね。うん。大丈夫？大丈夫です。最近は外してる？おい。え、本当に失明するからね。本当に。気をつけて。すいません。後でコンタクト外します。いや、今やっていい？やりなさい、あなた。ちょっと待ってね。ルアシちゃんはコンタクト外さない子なんだよね、もう。はい。ワンデーを外さずに生きてるので。そうなんです。え、それで寝たってこと？全然寝てる。でもね。やめなさい、本当に。お母さんダメって言ったよね。あ、チュン、なにこれ、チュンマダム。マダムって言うな。ママって言え。チュンマダムに注意されるので、今からコンタクトをしていきたいと思います。よいしょ。片方変えました。だって、はるちゃん、コンタクト、必要ナーシングだよね。はるか、目いいからね。ね、なんでいいな？はるか、なんだろう。はるかね、一時期悪くなったのになんか復活してた。どういうこと復活してわかんない。視力が、なんか、一時期なんか、下がったんだよ、結構。うんうん。そう、でも、
またなんか 2.0 になった。2?2 もあんの？あるある。やば、私 0.002 とか3とかで。やばいね。すごい。ま、ギリハッピーってところかな。ね、え、他にオリンピック見てないの？あ、でも、あれですね。普通に、あの、テレビ、こう、チャンネル、回して、うん、まあ、見てる。え、スケボーとか見てた？スケボーはね、え、なんか、ルールわかんないけど、うんうんうん、まあ、見ては。うん、ちょっとは見た。ちょっとは見た。うん、なんか、まあ、スケジュール確認しないから、まず。うんうん、あの、何がやってるかわかんない状態でテレビつけるから。うん、なるほどね。そう。え、あれ見たよ、あれ。27、28の朝ごろ4時ぐらいにサッカーやってた。やってましたね。あれね、なんか、はるかもう寝れなくて。うん。そう、公園。え、サッカー好き？サッカーはね、うん。マジ？うん。ルール知ってる？あ、ルール知ってる。はるか、稲妻イレブン見てたから。え、待って、もう一回言って。稲妻イレブン。え？なんかセブンイレブンみたいな言い方してるね。え？稲妻イレブンじゃないの？稲妻イレブン。イレブン？稲妻イレブンなの？稲妻イレブン。え、待って。稲妻イレブン。稲妻イレブンじゃないの？わかんなくなっちゃった。まあ、アニメ。あれ好きなんだ。あれめっちゃ、あれ一番ガチ、ガチで。DS とかなんか、Wii とかで。いや、それマリカーだよ、絶対。これ、こんなん曲がんないよ。だってなんでわかんの、やばい。全部お気に入ってるの、嬉しい。それマリカーだよ、絶対。普段マジで誰も拾ってくんないから。ずっと滑ってる。でもなんかそう、滑ったこと気づかれないんだよね。なんか自然に、自然にボケてるから。そう。うん。嬉しい。ジェフとレイソル、どっちが好きですかだって。いや、千葉やん。柏レイソルですかね。柏レイソルか、千葉ジェフ。え、千葉ジェフあれだよね。渡辺裕太選手来るよね。え、なんでよく知ってんね。知ってる。だから私、千葉ジェフ、いいなぁと思って。いや、急に。眠くなって NBA の選手が。うん。ブルってやばくない？やばい。ね、しかもオリンピック選手。うん。だ千葉ジェッツ好きなんだよね、だって。あ、そうなの？え、好きなんだよ、だよね。ああ、私、あ、うん、好きだよ、そう。ね、はるちゃんは本当に、バスケ、だから、はるちゃんといえば。そう。なんか、わざわざ、アルビと千葉ジェッツの試合見に行ったもん。え、どこでやってたの、その時。え、それ、アオレ。アオレ？ああ。アオレでやってて。ねえ。そう。え、トトシかな？去年？そうなんだ。トトシ。うん。ねえ、なんかそう、はるちゃん、プライベートでも全然行ってて、一人とかで行ってたよね。え、そう、一人なんだよ。え、誘いよー。え、だってさ、来ると思わないやん。じゃあ、これからもはるでさ、応援するからさ。うん。長岡？あ、うん。嬉しい。今年は、ね、五十嵐選手戻ってきたんだよ。え、そうなんですよ。知ってるよ。あ、知ってるん？私結構バスケの情報持ってるので。知ってた。サッカー、野球、バスケ追ってます。あ、ありがとうございます。ね、来るよね。激アツじゃない？うん、激アツですね。また新潟に風を起こしてほしいね。うん。熱風を熱風ね。ハルチュン BB ね、もうあの響きが懐かしい。一時期さ、なんかハルチュン BB とか言っていじってたよね、ハルチュンの。あ、 BB だ。そうだよ。
なんかさ、え、誰誰だ、なんか BB って呼んでくる人いたんだよ。でも呼んだことあるし。スモも だろうね。スモ？スモもだよ。スモもだよね。BB って、いや BB じゃねえよって。いやそれバスケットボールなみたいな。こっち BB じゃないんだよって。こっちハルチュみたいな。うわ、こっちハルチュ。もう。ねえ、やばい。いや、でも、BB って言いやすいしさ。うん。でも、チュンってなったよね、きっと最終的には、呼び方が。うん。マジ、チュン受け継ごっかな、ルアチュン。ルアチュン急にルアチュンですルアシから、確かにルアシっていうなってんのか。逆にルアシも意外と唯一無二だったりする。うん、いや、タカシが出てきたよね。でもライバル登場じゃん。え、分かる。タカシ、タカシもイワちゃん、うん、タカシって言われて、いや、ルアシやんって突っ込みたくなるけど、意外と本人にまだ突っ込んだことない。突っ込んだよ。ルアシとタカシで、ちょっと対決してみてよ。ね、確かに。どっちが、その死への愛が強いか。でもそっちは名字なんだよね。確かに。もう、高島、タカシ、なっちゃうもんね。うん。ルアシマ、ルアシマ。ダセえ。ルアシマ、ルアシマ、やばい。浦島太郎じゃん。そう、だから、対決。あ、でも、じゃあ負けた方がチュンつければいいのか。ねえ、なに？罰ゲームやん、それ。おい、勝った方にしろよ。なんでだよ。負けた方がもう泣きながらチュンつけるから。おい、チュンか、それ罰ゲームよ。もう使わせないから、もう。はるちゅんは、はるちゅん、もう使わせない。これからもうアイドルになる子も使わないってことです。使わせない。でも確かにチュンって他にアイドルでいるの？チュンってあんまり聞いたことない。え、わかんない。わかんないよね。なんか、リリノに決めてもらったからさ。え？初耳。え、そう。なんか、ニックネーム、こう、なんか第二候補まであったじゃん。なんか考えてくださいの時に、なんか、春、春ちゅん、春にゃんもあったの。ね、笑うな。キャン！そう、春にゃん。そう、それで。うん。そう、なんか、リリノがね、なんかね、そう、急に、ハルチュン、可愛くない？みたいな。ちょん。そう。なるほどね、それでだったのか。そう、リリノが、名付け親。さすがですね、リリノ元気にしてるかね。え、なんか毎日連絡取ってる。取ってる？うん。私、取ってない。かわいもない話をしてる。え、スモトも撮ってるでしょ、絶対。あ、毎日。ハルすごいな、いいね、なんか。なんかね、自分からやめれないんだよ、連絡。あーね。なるほど。でも確かに、うん、一時期、スタンプを送り合ってた時あった。そう。そう。なんか、お互い、なんだっけ、ハルチュン、あの、お猿のジョージ好きじゃん。うん。で、なんか、お猿のジョージのスタンプ送ってきたら、なんか、私も持ってんだけど、みたいなって。同じスタンプ持ってたよね。ね、びっくりした。それで、なんか、めっちゃ送り合ってたよね。うん。あ、なんだっけ、なんか、V みたいなやつ。あれさ、無料スタンプだよね。そう、なんか、ほんと、初期の頃なんですけど、うん、無料スタンプが出るたびに、はるちゃんに報告して、私も全部追加するみたいな。もう二人でね、追加しまくったよね。ね、今もやってる？それ。今は、いや、気に入ったやつしかやってない。え、そうだよね。昔やばかったよね。うん、もう本当に、もう公式 LINE からめっちゃ LINE 来るから、
もう全部やめとこうってなって。ああね。そう。私はあれね、追加した瞬間に公式ブロックしてる。じゃあめ、それはちょっとめん、ちょっとめんどくさいからさ。ああね。だからもうね、そう、ずっと追加してて、なんか通知がもう溜まっていくから、うん、そう、だから。今、あれだ、ラブイズのさ、スタンプ、無料出てるよ。イマジン？なんか、かわいいねーみたいな声のやつでしょ。うん。アルチュンが、スタンプくれたやつ。うん。やさおじゃないマジで皆様。やさおです。なんか男みたいだな、やさおって。やさこ。ぜひ気づいてくれて。男やん。やさこ。じゃあ皆さん、この、やさこです、この方ね。やさこ。なんかちょっと、やさこも嫌だな。やさこ。ほんとにやさこ。なんか、スタンプどっちがいいって聞いてくれたんだっけ。うん。で、こっちがいいみたいなこと言ったら、ほんとになんか、ポーンって送ってきてくれて。どうぞって。なんか、はるさん、なんか買い物するのに、うん。ペイペイ、チャージして、うん。余ったんだよ。それをってこと？そう、それで、そこ、うん、なんか、あ、みんなに使ってもらおうかなって思って。聞いてた。なるほどね。ちょうどルアシと連絡取ってたから。嬉しい。そう。やさこです。え、じゃあ半で終わる？うん。春何時でも。マジ？今日私目やばいし、ボボンってしてない？寝ないと。え、そうだよね。多分これさ、クマだよね。絶対そうだよ。これクマ。はるかね、寝不足でもね、あんまりクマできないんだよね。いいなぁ。私、いくら寝てもクマね、治らないんだよね。マジ？お腹すいた。お腹すいたくない？お腹すいた。ね、え、いつも朝ごはん何食べてんの？朝ごはんは、パンか、ご飯。じゃ一番返しづらい一番返しづらい回答きたな。うん、あ、食パンかっていう。うん。あね。なるほど。何？いや今それこういう顔してなかった。ルア？ルア？ねえ、やばいねえ、どうやん、自然に。自然にやん。いや。いや、なんかもっと出てたの。くん？なんか、あが動いてた。めっちゃ出るよ。すごい。すごい。とんがらせられます。なんだろう、じゃあまとめしよう、今日のまとめ。うん。けど本当にハルチに出会えてよかったので、卒業しても仲良くしてください。やだわかりやすい顔して睨まれた。冗談です。冗談です。卒業しても仲良くしてね。オッケー。シャン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 。何シャンシャン。パンダかよ。シャンシャン。なんだっけ、シンシンだっけ。シャンシャンだよ。え、嘘。あ、シンシンもいるよ。シンシン、リンリンとか。え、そうなの？カンカンとか。何でもありやん。詳しいんだから。で、上野動物園行こうぜ。いや、今パンダいるの？わかんない。あ、シャンシャン帰っちゃったんだよ。え？シドニーに？シドニーなの？
待って、わかんない。え、待って、ちょっと待って。それ、ボケなのか、本当なのかわかんない。どこに帰って、チャイナ？あ、そう、中国、中国。確か。なんと。え、でもさ、日本に、日本で生まれたんじゃないの？帰るってどういうこと？パンダって、中国にあるの？うん、中国が、元ってこと？え、なんでかわかんない。なんで帰ったんですか？なんでですかね。うん。おそう。だから、シャンシャンはいないよ、上野動物園に。あ、借りてるんだって。ハルちゃん、もう虫がいる。大丈夫、どうしよう。チャイナから借りてんだ。イエーイ。チャイナ。チャイナ、やっちゃいな。うごい。チャイナ、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 アトプイズ。わかる？懐かしい。うん。懐かしいよね。懐かしい。TikTok 子さん？え、子さん。ねえ、ねえ、Me too なんだけど、私も子さんです。なんかもう、中1の時から。マジ？うん。え、普通にさ、TikTok 撮ってた。いや、わかる。なんかさ、虫ってたら掃除機出てきた。なんか掃除機渡された。違う。いやいや、掃除機掃除して。違うんだよ。吸って吸って。吸っちゃいな。吸っちゃいな。違うよ。もうやばい。違う、そういうさ、大きい虫じゃないのよ。あ、違うの？ハエみたいな。そう、コバエみたいな。吸えるわけない、これ。吸っちゃいなじゃないか、何か。吸っちゃいな。拳で。やばい。21歳。私、ミュージカリとか懐かしいんだけど。うん。なんかさ、なんかなんだっけ。タンタンタラッタラ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 。わかんない？え、知ってる。知ってる。よくわかんない。昔の TikTok マジいろいろ難しい。うん。懐かしいな、それも。ちゃ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 。覚えてたな。ちゃ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 。たったたったみたいな。なんでそれなの？それな。いつもつかんない。どこを探しても見つかないはわ。あとなんだろうね。ね、でも嬉しい。今本当に覚えられないんだけど。ね、わかる。ね、でもマジ TikTok 子さんだから。え、はるちゃんと撮りたかったなぁ。あ、じゃあ、いつでも行きます。あ、おいでま、え、新潟来てね。あ、行け。ほんとに。うんうん。でね、その顔絶対来ない顔してるやん。え、呼ばれたら行くって。マジ？だから、はい、用があるときに呼んでね。で、フランボワーズさん集合で。やばい。まあ、まあいいけどさ。私行ったことないんですよ、フランボワーズさん。え、でもハルちゃん行ったんでしょ。ハルちゃん結構何回も無常連さんみたいな。あ、常連ですから。ね、すごくない？ 9回ぐらい。9回やば、うん、え、クレープ絶対美味しいよね。めっちゃ美味しい。マジ？いろんな種類あるんでしょ。うん、いいな。おすすめは何ですか？むずっ。え、でもね、なんか、焼きチーズ美味しいよ。焼きチーズ。違う、本当にクレープじゃない。普通に焼きチーズ。もう焼いたチーズ。そう、クレープじゃない。そうなんだ。確かに、焼いたチーズは美味しそう。どこの毛だよ、それ。どこからだよ。あ、でもこれは、ここです。びっくりした。ランマへ、どこの毛出してどこの毛出してどこ出てきた。え、じゃあ終わるか。なんかハルちゃんに伝えたいこと。ぜひ、これからも電話してくださいっていうのと。うん。あと、またどこかで会いに行きますっていうのと。うん、なんだろう。
なんだろうね、仲良くしてくださいっていう感じでございます。マリカしような。マリカ、なんてやろう。言ったことあるよね。ある。なんかさ、この前さ、弟がさ、うん、え、これ誰ってフレンド、フレンド見ながら、これ誰って弟ハルチュン、ハルチュンって言ったら、あー、ハルチュンねって。あ、ハルチュンってわかる？わかる、うん、もちろん。あ、よかったです。でも多分忘れてたんだろうね。うん、結構前じゃん、マリカしたの。うん。ね、仲良くしようね、これからも。仲良くしようね。必要しても NGP のこと追っててね。あ、今こういうことしてるんだって。うん、追っててね。うん、幸せになってね。うん、ポー、なんでポーポーポー違う、うるせえ、なんでだよ、ポーって。なんだよ、ポー。悲しいポーでございます。じゃあ、スクリュータイムしよう。うん。え、最終日のなんか実感とかあります？え、ないです。ない？うん。え、卒業したらもう本当に卒業しちゃうの？もう、インスタとかも。あ、インスタは、新しいアカウント作ります。これから。初解禁、言ってる？え、言ってる言ってる。そう。そう。そうなんですよ。で、思ってるね、そう、31日の23時59分頃に解説します。あ、じゃあもう解説するポチでも終わりみたいな感じ。じゃないですか。ちょっとプロフィールに新しいアカウントでも貼っとこうかなって思いつつも。どうしようかな。いや、新しいアカウント何すんの？何すんの？自由に。もういいね。みんなもう仕事行っちゃうよ。わかる。もうそろそろみんな行ってる。まだいる人。まだいる人。終わるけど。まだいる人いるかな。いなかった。あ、いた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 。ここにおるで。あ、いるやん。あ、いたいた。よかったよかった。今日休みの人もいるね。お、いっぱいいた、いっぱいいたよ。本当にびっくりした。懐かしい。それも懐くね。うん、なんだっけ、あとなんか言おうとした。あ、ね、チャットとかメールも終わっちゃうんでしょ。そうだよ、そう。チャットも、チャットも終わらせます。じゃあ22時で終了。そうなんですよ。え、今日宣伝なんですけど、今日私のメールにハルチュンとのツーショットをたくさん載せるので待っててください。え、そうなの？ありがとう。もうね、アルバム見てくれた？え、見た見た見た。嬉しい。ベルボーいたでしょ。え、いた。え、あれ、ルアー書いたの？ルアー書いた。え、夏希が基本的に全部なんか柄とか書いてくれたんだけど、ルアの欄はルアが書きたいってわがまま言ったらいいよって言ってペン貸してくれて、ルアが書いたんです。そうなの？なんかそう、なっちゃんが書いてんのかなって思って、うん、そう、こうやって見てたら、え、ベルボー書けんの？え、書くって言って書いて、ね、なんかそのハルちゃんの、うん、画像を選ぶとき、うん、なんかツーショットがありすぎて絞ったんだよね、写真を。マジでありすぎて。うん。常に撮ってた。てか、なんなら私が撮りに行ってたんだよね。うん。めっちゃ撮りに行く人だから。ね。めっちゃ声かけられた。だから、そんな写真を今日はたくさん送りたいと思います。ね、春も。結構持ってるからな、ルアシとの写真。ね、消さないでよ、アイドル卒業した瞬間。いや、消さない。いや、自撮りは消すけどさ。確かにツーショットは消さないでしょ。ハルチュンのピースの仕方、なんかこんな感じ、ちょっとこう、こうね、内向きに。あと控えめピース。裏ピース。
私がよくしてるポーズって何？なんだろうね。そんなんやめて。ルアシュのファンだよそれ。そう、私のファンの人みんなテイテイしてくるから面白いんだよね。さすが。マジ大好き。あ、ルアシュが、あれ雑誌の告知しないと。え、いいんですかここでして。あ、全然。告知させていただきます。うん、じゃあその間ちょっと携帯見てよ。ね、おいおいおい。おいおい。いやそこはちょっと聞いて。あ、はい。まあ、全然携帯自体でいいんだけど。あ、冗談だよ。冗談。あの、昨日発売されました。うん。B.O.G. ビッグバンガールズさん。うん。に掲載させていただきます。おぉそれが、新潟では、あの、その、雑誌の発売が1日遅れるから、うんうん、新潟での発売はもう今日が発売日っていう感じなので、お皆さん、回転ダッシュして、多分予約してくださってる方がいらっしゃると思うので、うん、回転ダッシュで行ってきてください。わかりました。本屋って何時からかな？ね。本屋何時から？あれ、私、ファンの人とコラボ配信してるよ。え？何の人これ違うよ。で10時からじゃない？あ、10時からなの？本屋さん。わかんないけど。あ、マジですか？じゃあ、ちょっと行ってこようかな。行ってきてください。うん。でも予約しなくても多分、買えると思うので。あ、本当ですか？へぇー。ちょっと探しに行かないとな。すぐ売り切れちゃうと思った。行かないとな。あ、でもちゃんと服は着てるのでご安心ください。服着てんのかよ。ユーハがグラビアだから。ああ、確かに。ユーハとルアとリリカで出るので、うん、見てください。あ、リリカリリカどう？着てます。リリカも着てます。いや、着てんのかよ。でも、もう学生にそういうノリしちゃダメなんだよ。やばい、ごめんなさい。19歳が、すみません。19歳が、すみません。未成年に。何言ってんだよ。ねえ、口角痛いんだけど。ねえ、ダメだよ。もう怒られちゃうよ、ハル。大丈夫。あ、ハルツのグラビアっていつですか？2年後に、はい、お、ルアシとペアグラビアを。いや、やめてください。社会成人してないよ、ね、全然。がっかりしてんのよ、成人。ルアシと一緒にペアグラビアを持ってて。ねえ、やだよ。絶対私、ね、グラビアしないんで。ね、なんでだよ。ハルツのグラビア待ってまーす。やだ。ね、ルアシ待ってるからさ。やだ。ルアシ卒業するまで待ってるから。3年待ってリリカとしてよ。なんで？違う。でもさ、リリカ、もう3年はでかいよ。2年もでかいけど。でもあっという間だよね、2年経つって。だって、2年って22だよ。やば。年取るね。え？年取るねって。え？待って。悲しいな、なんか。いや、マジ10代、10代って楽しんだ方がいいよね。楽しむ、マジで、うちら。いや、もう終わるのよ、10代。あと、8、9、10、11、12。5ヶ月。うん。ね、すぐだよ。ね。ルアシ、二十歳になんないの？まだ。まだです。あと、三年、四年。三年です。つい最近さ、うん、ルアシにさ、聞いたよね。4月ぐらいだっけ？に、ルアシに、ルアシも、
あの、24時まで配信できるんでしょみたいな。ああ、言った言われた。じゃあ、普通にね、もう、ラジもう一個下みたいな感覚でいたの。高校卒業したと思ったの。うん。だから、それをね、言ったら、まだ、まだ高2って。え私、無理なんだけどなと思って。なんか、そう、春休み期間だから、みたいな。うん。できんじゃんみたいな言われて。いや。そう。春休み期間だから、もう24時までいけるじゃんみたいな。言ったら、まだ学生だって。デッドがありますんで、私、22時。まだ、よし、若いな、お前。イェーイ。私、年長組と仲いい。うん、よくさせてもらってます。ね、だからちょっとね、もう、そう、同級生感が、半端ない。ね、うん。でも、もうマジで気が合うから嬉しかった。楽しかったです、このアイドル人生。もう終わるの？ルアが終わる？待って、これ、ルアが卒業する側なのさ。楽しかったな、はるちゃん。あ、ありがとうございます。あとの NGT 頼んだよって。え、なに、逆だよ、逆。なんでや。今度こそ終わろうじゃん。うん。終わろう。ね。ああ。あと、はるちゃんに伝えたいことないかな。でも意外と、ファンの人からしたらもう会えないってなるけど、メンバーは意外と連絡取れるというのがあるので、うん、寂しいけど、うん、受け入れます。ってことで、キュンキュンメイン中ありがとうございます。いやなんかいやあれあれなキュンウィーニューやばい、どっちの表情のハルチュンが見れました。あとなんだろうね。うん。漫画をしよう。うん、しよう。楽しいよね、あれ。うん。ちょっと、可愛くなりたい。可愛くね。うん。どうすればいいの？なんか、うまいのなんか変な顔すぎんな。どう？どうだろう？ね、どうだろう？どうだ？え、なんかめっちゃ盛ったんだけど私。え、ハルも盛ったよ。え、盛ったよね。うん。さすがにこれ盛れてないとちょっと。うん。もう一回、ちょっとなんか違う表情もなんか入れていきたいよね。うん。ルアシルアシなんでルアシなんでもう盛りすぎもしかして。うん、ルアシ盛りすぎ、ルアシ盛りすぎだって。あ、やばい、めっちゃ可愛くなっちゃってる。可愛くなっちゃったね。うん、チュン、じゃあ普通にチュンポーズしよう。何チュンポーズって。カエルポーズだよ。はい。バカにしてだろ。これなんだ。これ何ポーズだよ。はカエルこうです。ねえ。口もカエルになってる。え、カエルってこんな顔じゃなかったっけ？そういう顔してるけどさ。
なんだろう、なん、どういう顔してたっけ。なんて、ちょっと待って、顔できない。え、だからさ、待って、悔しい。お父さんにさ、言われるんだよ。ルアとコラボすると変顔しかしないって。出ました、お父さん。お父さんにめっちゃ言われるんだから。なんかできない、できない、できないよ。え？いや、できてるよ。どれどれ、カエルの顔と、待って、一番最初にした顔が一番カエルだったよね。うまかった。じゃあ、まぬけなカエルで、テーマまぬけなカエル。ねえ。じゃあ、手やろう。うん。じゃあ、声つきね。うん。いっせーのーで。ていてい。じゃあ、カエルだよ、それ。カエルの顔になっちゃってる。ね、可愛くして。いいよ。ありがとうございます。やばい、ありがとうございます。めっちゃすっぴんなのにさ、スクショタイムガンガンやってんの面白いな。なんかちょっとアイラインとリップだけ塗った。え、すごい。でも、まあ、リッパー塗ったあれは。アイライン引く何体力あるのがすごい。いや、あるだろ。すぐできるでしょ。ピュッピュッって。じゃ、なんだろう、なんかポーズしよう。最後なんかポーズ、ガオをお願いします。あ、ガオやろ。せーの、ガオー。ねえ、やばいな、これ誰だってだって公開とかだっけ。やばい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 。ここ痛い、ここ。最後だと思いたくない。え、でも本当に春はあの配信を通して、うん、あのもうイチゴの前とかも、まあこの前の配信でやってもらったけど、一緒に夏希もね、道連れでね、本当にもうなんか配信、なんだろうね、配信といえばハルチュンっていうくらいすごい。いや、ルアシだろ。いやいやいや、そんなことない。あと別に私配信でなんか残してるわけじゃないし、そう、なんかそのイチゴの舞とか、うん、そのだるまとかを発明したのはハルチュンだから、もうなんか配信の親と思っております。いや、お姉ちゃんにしてよ。じゃあ配信のダディで。ダディで、なんでだよ、なんでダディやん。ビッグダディ見てたな。いや、見てたな。懐かしい、懐かしいな。懐かしいな。え、せ、え、わかんない。ギリ世代。世代じゃないよ、絶対。だから、はるか小学校とかだよ。え、何歳よ、あんた。わかんないけど、でも家でついてたから、めっちゃ見てたよ。あ、マジ？BB と配信できて嬉しい。でも BB 言うな。ありがとうございます。バスケットボールだよ、それ。BB と配信できて、よかったでーす。ありがとうございます。配信の男女用もじゃ、うん、さっきどうぞ。あ、もう全員読んでから。うん、そうしていいよ。あ、ちょっと待って。あ、ちょうど順位変わりました。お、ちょうど。13位からいきます。13位、ポン吉チュン、ありがとうございます。ありがとうございます。12位、音速の貴公子チュン、ありがとうございます。11位、サバサンドテイチュン、ありがとうございます。ありがとうございます。10位、おと違う、10位チュン、チュンボーさん。いや、かわしいな。もう読ませろよ。ごめんって。どうぞ。10位、イチタチュン、ありがとうございます。9位、ヨチくんチュン、ありがとうございます。それもテイついてんじゃん。
8位、チッチのマチュン。ありがとうございます。7位、トークボックス、コシジヒビキチュン。ありがとうございます。6位、サカシューチュン。ありがとうございます。5位、アルマーサトリアチュン。ありがとうございます。4位、南川ボンヌマチュンチュンチュン。ありがとうございます。チュンチュンチュン。3位、ビールバラチュン。ありがとうございます。2位、ギバチュン。ありがとうございます。そして第1位は、ドゥルルルルルルル。トゥン！ともじいシャリゾーチュンでーす。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。シャリゾーチュン。ありがとうございます。トゥン！ギーン！トゥン！それでは、行きたいと思います。お願いさせてください。はい。13位、古川氏。ありがとうございます。ありがとうございます。12位、ヤッピ氏。ありがとうございます。ありがとうございます。11位、よちくん氏。ありがとうございます。ありがとうございます。10位、あいこそ氏。ありがとうございます。ありがとうございます。9位、小型の大型氏。ありがとうございます。ありがとうございます。これポーズやったこと、なんだっけな、これ。あ。タコチョイ。あ、じゃ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 。ね、どこまでやったっけ、あず大型さんね。次、8位、小川マン氏。ありがとうございます。ありがとうございます。7位、ガトランティス氏。ありがとうございます。ありがとうございます。6位、ドスドス担当のアザラシクジラン氏。ありがとうございます。ありがとうございます。5位、ヤマツ氏。ありがとうございます。ありがとうございます。ピッって言えば、わかんない。4位、セッテンガー氏。ありがとうございます。ありがとうございます。3位、ホワイトさんなの氏。ありがとうございます。ありがとうございます。2位、ワイキン氏。ありがとうございます。ありがとうございます。そして1位は、ジャガ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 ジジャンガジャンガじゃないか。違う。おい、読めよ、ちゃんと。最後にいけない。ジャンガ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 。ねえ、知ってんの無理。ねえ、知ってんの無理、やばい。アンガールズ。アンガールズさん、やばい。やばい。すいません。なんか今までずっと配信してきて、なんかジャガジャガジャガって言ってる時に、なんかずっとそのアンガールズさんが頭にあったんだけど、ずっとやれなくて、ジャンガジャンガって。うん。けど、はるちゃんがいたからやれた。ねえ、もう、終われない。1位は、ジャンガ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 。ともじいシャリジョーチュン氏です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、シャリジョーチュン氏。ありがとう。もう、やばい。ジャンゴ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 。本当にハルチュン、今日までお疲れ様です。ありがとうございます。アイドルになってくれてありがとうございました。え、ファンですかね。ファンです。ありがとうございました。ありがとうございます。出会えて幸せでした。ありがとう。やまね。いや、やめ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 なさい。間違えちゃった。やめなさい。間違えちゃった。幸せでした。ありがとうございます。本当に、年間いろいろあったと思うけど、うん。本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。これからの、はるちゃんも、応援しています。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。では、ありがとうございました。ありがとう。ありがとうね。見てくださった方もありがとうございました。みんなはありがとう。ね、なんか最後も、なんかチャチュンらしい。終わり方。終わり方。ね、確かに。で、なんか、ごめんね、なんか全然、なんか、はるちゃんに触れられなかったかも。いや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 。めっちゃ自分の話してなかった。大丈夫。いやいや、全然そう。大丈夫。ごめんね。うん、大丈夫、大丈夫。楽しかった。でもありがとうね。ありがとう。2時間配信した。やばい。やばいよ。朝から2時間。やばい。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。
バイバーイ。終わります。